どうも皆さんこんにちは。私茨城出身の赤プルです。おめえらいつまでもいつまでも調子に乗ってんじゃねえかんな。普段の生活からできることっていうことが結構いろいろあるんだけれども、あの持ち歩いているものとかの中に少しプラスするだけでもすごく便利なものとかもあるし、あの家の中でこう使う、こう災害時に役に立つグッズっていうものもあるのね。そういうものをちょっとご紹介していきたいと思います。防災グッズということで、今から紹介するのは私が普段持ち歩いているものです。で実際今ここにはないんだけれども、携帯の充電器はコンセントに挿すタイプのもの、そしてコンセントがなくても充電できるもの、2回まで充電できるものは必ず持ち歩いてます。そしてこれはキーケースなんですけど、キーケースの中にはお家の鍵だけじゃなくって、この緊急時助けを求めるために吹くこのホイッスルだったりとか、こういうちょっとしたツール、あのハサミがついているものだったりとか、ヤスリがついているものだったりとか、こういったものも実際あの被災した方がこの持ってたらすごく便利だよっていうおすすめを受けて持ち歩くようにしています。そしてこれが私の防災グッズになるんです。で中身は何かというと、まずここにあるのは小銭ですね。携帯がつながらなかった時、公衆電話で電話をしたりする時のために小銭を持ち歩いています。ちょっといろいろこだわって可愛くしたいなと思ってこういうのをね。でこちらもやっぱり本来腕に巻いておくものなんですけれども、こうやってホイッスル付きのブレスレットなのね。で実はこの紐はパラシュートに使われている紐で、ほどくと人を背負ったりできる、そしてこれを一本一本解くと歯のフロスにもなるような、本当に防災グッズとして開発されたものです。あとは薬、常備薬、自分が頭痛持ちだとか、花粉、今は花粉の季節だとか、そしてマスクも入れてます。そしてヘアゴムも入れてます。何かあった時のために、これ何にでもなるビニール、45リットルのビニール、これは本当にいろんな使い方がありますね。あの、まあ、最悪の時にはこう自分がこうなんていうの、かぶってカッパにもなるみたいな感じで入れてるものでもあります。そしてやっぱり北海道も入れています、はい、自分が普段は紙とかボールペンを持ち歩いてるんだけど、ない時もあるんだよね。だから必ず入れてます。ティッシュも入れてます。あとね、皆さん懐中電灯って、あの非常持ち出し袋の中のこう絵にも手に持つもの書いてあるんですけど、片手使ったら片手しか使えないんだよね。でやっぱり最近推進されてるのはこのヘッドライトですね。これは回すとつくタイプのものです。でこれを両手が使える。でこれはね、本当にあの防電池、茨城では防電池って言うんですけど、あの懐中電灯は、うん、あのヘッドライトおすすめです。そして、まあ、こちらは女性の用品、そして、まあ、ハンカチだったり、あと櫛とかね、あの女性はやっぱり綺麗に身だしなみを整えてないと精神もね、心もちょっとあの苦しくなってくるということで、鏡とそしてメイク落としとかね、なんかいろんなもの突っ込んでるって感じなんですけど、一応その絆創膏とか、本当に必要最低限のものですね。あの石鹸とか、あとリップ、そしてやっぱり化粧品、あとクリームとかね、そういったものを入れてます。あとここにちょっと飴とか、こういうちょっとフリスクみたいなのも入れてるんですけど、あのやっぱり飴はこういう風にな、まあ、何種類か常に持ち歩いて誰かにあげられるような自分でありたいと、ちょっと多めに持ち歩くようにしています。あとあの携帯用のおトイレっていうものをあの持っています。あの実際ね、これだけのものを持ち歩くのは大変だっていう方もいると思います。でも防災が本当にすごく専門的にあのやられている方の中には、僕はいつ被災しても7日は生きていけるんだ、このリュックに冷たいものがあるからって言って、ものすごい重い荷物を毎日あの持ち歩いてるおじさんとかもいるんですけど、おじさんってちょっと怒られちゃうんですけどね。
でも実際私もこれぐらいのものは最低限準備しておきたいなっていうこともあるんだけど、私はこれとこれがあれば大丈夫っていうものを常に持っているだけでも安心感につながっていくと思うのね。だからこの中で、あ、私はこれだけ持ちたいなっていうものがあれば、あの真似してもらいたいなっていうふうに思います。というわけで、赤プル流防災対策皆さんに提案させてもらったけどもできそうだっぺが、他にもですね、防災対策動画撮ってっから、ぜひそちらもチェックしてくれよな。